どうも、肉チョモランマでございます。ちょっと今日は、はい、別の企画をやる予定だったんですけど、はい、ちょっと、まあ、いわゆる緊急で動画を回しているというやつですね、はいはいはい。まあ、結論から先に言うとですね、はい、私ゲロがもう限界に来まして、限界点に達してしまいまして人間って限界点に達して限界点に達してしまいました、はいはい、今もう、今、限界の顔してる。もう先に結論から言うと、はい、ゲロ、37歳でぎっくり腰になりました何言っちゃうの限界です2日前のことなんですけど、はい、ちょっと、いいですか、ゆっくりで、ちょっとね、あんまり笑うと、はい、腰が、はい、今これ座るのも今大変だったんですよ、これ。あ、じゃあ、前に立ってもらえばいいですからね。いや、無理これそんなに立ったり座ったりさせないで、ね、まあ僕パーソナルジムでトレーニング、はいはい、筋トレめっちゃしてますね、今ね。一昨日は足のトレーニングだったんですよ。足トレで、辛いやつ、辛いやつなんですよ、はい。でバーベルスクワットっていう、まあスクワットって皆さん分かりますよね、こう屈伸運動みたいな、うん、その上にバーベルをこう背負って重りこうつけてで、大体60キロぐらい、をこうスクワットしてたんですね。超重いよ。で、こう2セット目の6回目ぐらいでですね、はい、もう腰にベリ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 え、電気走ったの？おう、嘘や。マジ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 嘘マジ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 嘘ついてんだ、もう嘘じゃない動けないんだって今。電気うなぎぐらい、電気うなぎ、もう電気風呂の10倍ぐらい電気風呂入ったらもう呼吸できないんだから、バレーって、はい、ほんでもう、あ、それ、あ、もう下ろしますって言ってガチャンと下ろして、はい、俺これバーベルのここ掴んでも動けんくなって、はいはい、で、あの足トレやってる人分かると思うんですけど、足トレってめっちゃこう酸素薄なるんですよ。はい、一番ここが筋肉でかい人間ね。そう、でかいから筋トレ大変なんで、で、ここにごっついベルト巻くんですよね、うん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 、腰岩さんようにベルト巻いて、で、腹圧かかって余計呼吸が浅くなって、結構俺頭痛くなるんですよね、足トレの時、はいはい、あの呼吸、酸素が薄くなるから頭が痛くなる。で、酸素薄いの相まって腰いわして、油汗ドーって出て、はい、で、ベルト外したら俺もう四隅が真っ暗になってで、視界が真オレンジマジで真オレンジ、オレンジになってきました。さーってこうライトとかが全部オレンジだって言って、あ、俺もう倒れるわってなって、それなんか動画誌流星さんのなんか世界観に近いですあのめちゃくちゃ有名なよく俺らがお世話になって、お世話になってる。確かに四隅ちょっと暗い、四隅あって流星さんオレンジとか使うから、いや違う、流星さんの動画違う、ね、違うんですか、脱法ロックじゃないバーディーじゃないの、すいません、ちょっと横なりますかって言って、横なる言うたら腰痛いから、もう、ね、腰痛いから、なめくじみたいでヌメヌメ下にヌメヌメこう横になってほんならちょっと良くなって、はい、で今日はもう終わりにしましょう、うん、で大変、やったらびっくりするわ、まあ、それはトレーナーの人ももう大変申し訳ございませんみたいな、はい、まあそうやな、パーソナルやってくれてる、まあまあまあ、でも俺の姿勢が悪かったと思う、うん、で1セット目もちょっと近所さん反りすぎですみたいな、はいはい、ちょっと腰ちょっとくるかもしれないんで、もうちょっと腰をこうまっすぐ下ろして、うん、でも俺ちょっと多分気合で行ってもんで、はいはい、バーベビビビビってなって、で、もう帰りタクシー呼んでとりあえず、はい、でもお疲れ様でしたってこうやってタクシー行ってさこうやってタクシー乗る時も地獄や、かがまなあかんから、はい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 、でも前後が痛いね、とにかくこの前後が、レーシングカーぐらい低いタクシー行きました来るかお前なんで俺腰痛いのってんのに寝てる姿勢のほんでも、はい、すいません、ちょっと今ぎっくり腰でっつって、もう運転手さん、あ、そうですかっていう、ほんで、まあ一昨日なんで今ちょっと電気が、一昨日なんで結構よくはなったんですよ、歩けるようにはなりました、はあはあはあ、一昨日ちょっとずつよくなっているんですね、よくな、あの全治多分1週間ほどじゃないかって言われてます、はい、もう本当祝日休日が重なって、ね、昨日祝日でしたから、昨日一昨日日曜祝日敬老の日で病院行けずで、明日やっとレントゲンとか取りに行くんですけど、はい、もうほんまにツアー直前じゃなくてよかったもう俺10月からツアー始まるんですよ、まあちょっと前でよかったですね、マジでね、ほんまによかった。でもごめんな、はい、ほんまにみんな明日俺検査やから、
もしあの大阪1公演目俺車椅子で出るから俺歌うから頑張って聞いてください、うどんちゃ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 、あっ白くてあっいや伝説のライブですね、見に行きたいもんな、だいぶ MC おもろくなると思ういや俺押して出たいですもん、そうやな、はい、どうあっどうあっなるかもしれんけどでももうマジ気ぃつけや、ちょっと体今からトレーニングしようと思ってんやろ、はい、マジ気ぃつけや、いやさすがに俺ならないっす、いやこれがもう来るんやって、いや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 、特にスクワットマジ気ぃつけや、やばすぎる、いやね姿勢はマジ大事ですからねあれね、すっげえよ、風呂地獄トイレ地獄、はい、全部腰使うから、特に何が一番辛かったですか、家に昔俺腰言わしたことあったからコルセットあったんですよ、はいはいはい、で、うん、コルセットを巻いてとにかくトレーニングで汗かいたからズボン脱ぎたくて、はい、で まあ、この状態でズボン脱ぐやろ、はい、パン1やん、はい、でコルセットここキューって巻くやん、はい、だから俺あのなんかプリマドンナみたいになってここパンツでコルセットついて真オレンジのパンツ入って近いと同じのここもっこりもなんそれバレリーナみたいなやつがこうやって歩いてるからそれを見るのが辛かった自分の鏡を見るのが痛みよりね、何これとでもトイレ行く時もあっ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 つって、はい、お風呂とかはもうほんま背中はもう洗えへん、もう前だけもうこんなんでけへんから、じゃあ今背中汚いんですか、しゃあないやん何がおもろいんですか、背中汚い俺がプリマドンナの方がおもろかったやんだからちょっと今日こういう状況ですっていう動画で一応ね、はい、皆さんにはちょっとこの先の動画も変な姿勢やから俺まあね、今日はしょうがないそれなんか変な誤解を生むと悪いんで、はい、今日ちょっと動画回さない、ね、急に、うっとか言うと思うんだなんでそれうって言うんやろなって思う人もおると思うから、これ動画回して、はいはいはい、で今日ね、ちょっとこう別の動画用意してたんですけど、はい、企画を用意したんですけど、はい、余裕で無理、余裕で次姿勢的に無理って、はい、俺、今ちょっとゆっくりやけど、真似したのか俺の初日の寝方いや、いいっすよ寝方や、はい、コーベッドがあるやん、コーベッドが、はい、こうなちっちゃベッド、まあまあ、まあ、ちゃちゃあんまり腕も広げないハムスター用のベッドかどうか、ほんでここベッドからこう、はい、こう入るやん、ベッドに、はい、まあ、斜めイン、はいはい、足、すごい、はい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 、こう来るやんほんで、はい、もうこう動かれへんの、うんうんうん、どうするんですか、そっからで、こうすんねん、あ、逆にそんないんだ、これ体幹鍛えてたからよかった、でもこれ足出てるやん、こう出てるから、はいはいはい、で、まずこうすんのこうすんの、あ、横向くんだ、あ、もう、いや、上向いて寝てください、トレーナー、上トレーナーの人に、はいはいはい、で、こうなるやん、はい、で、こっちが足やから、うん、回りたい、こう、30分ぐらいひろき時計そうひどきどこの時も涙は出てるこの時もボロボロ涙出てるマジでボロボロ痛いからほんでこうゆっくりこう動いてこんな早く動かれるもうゆっくり動いて、はい、でこう寝んのでトイレ行く時だ、はい、トイレ来たらもうこれがもう嫌やね、はいうん今も痛いんだけどよあ横向くまずあの四つん這いやな、うんうん、こうやほんでこうやってターミネーターつくんじゃないですかダダンダンほんでまあ壁とか持ってこう、はい、こうだってさそっからだってベッド降りるときめちゃくちゃ大変だよこれやばいあだからあベッド降りるときは四つん這いのまま足だけ下ろして、あ足よりて、こうこうこうやって、はいはいはい、でこう、でこう、夜中に徘徊して、こう開けて、こう、何を見せられてる、俺らは、俺一日うんこせんかった、マジですか、痛すぎて、痛くて出んかった、腹圧かけられへん。
あの、はい、お腹に力入れられへんやん、はいはいはい、だからなんかうんこでけへんわ。へえ、あでも俺も手術した時そんな感じだった、分かりました。やっとけさ、ちょっと本当に、はい、なんか本当グミかなみたいな細い負けんグミみたいなうんち出て、それだけ出た。ああ、じゃあお腹に力入れられん、腰痛くて。まだじゃあ本うんこは出てない。いや、がっつり溜まってると思う。なんか張ってる感じするもん。でも寝られへんし、なんか痛くて、俺はもうめっちゃこう寝相を打つタイプやねんけどさ、はい、寝相があんま打たれへんから、もう寝返りとかもしんどいですからね。そうそうそう、それでも全然最悪最悪最悪な日でした。ぎっくり腰には気をつけました。ここ数年でもう最悪でした、ぶっちぎりで。ぶっちぎり、いやなるんですね。みんな今トレーニングしてる人、足トレのバーベルスクワット、マジで気をつけよう。いや、してなくてもみんななりますよね。だからね、そうか、重い荷物持ったりとか。そうそう、だからまあ習慣でね、こうやって荷物拾うとか、そうだ ねあるけども、しゃがんでこう足で上がるようにしないとなっちゃうらしいですよ。足でここでしゃがんで足を使いましょうと。最悪やな、おもんなと思ってだってさ、これ鼻かむやろ、はい、こうとぼとぼ歩いてさ、ゴミ箱にファッてポロンって落ちたらもう、うん、クソだよ見たくないな、拾われへん、置いとうまま、もう置いとう、はい、でも猫の餌のあげ方俺の、はい、すごいよこう下に置いてあるんか、うんうん、だからここでやるか、餌持っていって、餌はこの辺の高さあってさ、こう持っていって下にあげなくなるから、はい、もうこうやったらパリ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 ンって跳ねて猫もどうしたみたいな、どうしたみたいな、どうしても、いろんな弊害があるんですね。いろんな弊害があるよ。だからゆっくりしゃがんで、猫も全然撫でられない。だから ようやっと今日ぐらいからしゃがんだりできるんだから。あ、じゃあギリギリ撮影できてよかったですね。ギリギリ、ほんまに今日はもうなしにしてくれって言おうか迷ったから、はいはい、まあダメですって言いますけどね。なんで俺が腰痛くて動かれへん、俺が腰痛くて、はい、うんちもできてない、まあ、うんち、まあでもダメですね。うんちもでき、うんちせず来てんねん。いやいやいや、偉い、めちゃくちゃ偉い。さっき俺と一緒にタクシーの働き見たよ、はい、俺がタクシー乗る時うんちは笑うてる、ちょっと笑ってましたとか運転手笑うねん、俺がだからみんな本当に気をつけていただいて。なんかありますか、こんな僕に対して一言ありますか。いやだからまあ本当にね、かわいそうだしあれなんですけど、まあ、ちょっとなんかわかるんですけど、ちょっと意地悪したいなっていう気持ちが出ちゃう。なんか、ね、さっきね、ヘアメイクさんもなんかやっぱかわいそうなんだけど、かわいそうだけどさって面白いよねいやいや、痛かったみんな気ぃつけや、腰はもう一生もんだから、ちょっとほんとコメントで教えて、ぎっくり腰これがええよとか、はいはいはい、あったら教えてください。ぎっくり腰先輩の方々、よかったらちょっとこれからも何かあったらちょっと逐一報告するんで、うん、ぎっくり報告、ぎっくり報告、はいはいはい、最悪や、ね、だから今日はそういった動画でございます、はい、皆さん本当に腰だけは気をつけてください。そうですね、マジで最悪、はいはい、マジでマジで最悪マジで最悪お大事にみんなも気ぃつけなはれやじゃバイ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 。ゲームしようと思って気まぐらずっと同じ姿勢やったらなんか痛なんねん、動かすとちょっと固まるんや、はあはあ、歩くのも痛いみたいな。何してんの地獄じゃん。だから俺家の中でずっとこうやってんの怖いドラクエのモブの部屋みたいな猫もニャーって猫はニャーって言うでしょもともとほんまに